え今回ねやっぱりねやらない人がノウハウを知りたがるやらない人があやっぱりテクニックを知りたがるっていうねまあそういう風なテーマなんですけどももうね割り切って何でできないのかとかねどういう誤託があるのかどういう言い訳があるのかってことをこれ動画化してアウトプットしたらどうですかね共感する人多いと思うんですよ。 私は時間がありません。なぜならみたいな話をしていくとかね。私はやる気がありません。なぜならモチベーションが上がらないんです。私はもうできません。お金がないから。とか言ってね。ノウハウ買いたいけどお金がないからノウハウが買えません。とかね。まあそういうことをずっと五卓を並べて、あとはいろんなことやってみたけども、塾が悪かった、講師が悪かった、ノウハウが悪かったっていう風にね。全部人のせいにする動画をどん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 上げていったら、これ逆にですね、共感を呼ぶんじゃないかなと思うんですよ。うん。だってほとんどの人がそれですからね。 いやほとんどの人がそれなんですよ。コンテンツに手もつけてないと。セールスにだまされたとかね。確実に儲かりますって言うから買ってみたら確実に儲からなかったみたいなね。もはやね、確実に儲かるからっていうんで買う人って、ちょっと私から見ると、こう言っちゃってんのかなと思うんですよ。確実って言葉に反応しやすくって、確実をうのみにしてしまうとどれ。誰か知らない他人の確実をうのみにして、 用心した方がいいよっていう風な自分の身内のことを疑うというねうーんどうしましょうって感じですけどねまあそういうのも込みで、えー、こういう思考の中ね頭の中がこうなんですよってことで共感していただくことってのは結構できると思うんですよ、まあ、ですんで私がなぜ何の行動もできないのか私が何で何の結果も出せないのかってことを常に人のせいにしてね、えー、常に五卓を並べるみたいなね言い訳がましいことばかりを言うというのもで なんかもしかしたらこれ継続するかもしれないですねこれを初めて継続するかもしれない是非ね自分ができない理由はあのー、なんとか塾の講師が悪いとかね入ってみたら詐欺だったみたいなことでどん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 自分の選択肢のそのセンスってものもね込みでアップロードしていけばいいんじゃないかなと思いますねまあ逆療法みたいな感じですけどもねやらない人が ノウハウハを知りたがるじゃあ、やらない私が手に入れたノウハウみたいな、どうですかね。絶対やらないけど、こんなノウハウ知ってますみたいなのをアウトプットすればいいんじゃないですかね。<laughs> うんちょっと私とは対極にあるような感じですけどね。そういうのもあっていいんじゃないかなと思います。もしかしたら再生数、ゼロってことはないと思いますんでね。やってみてください。よろしくお願いします。